の妻の横で白衣の主人の穏やかな笑顔を見せる。そのシーナはきっとあなたのことを救ってくれるでしょう。ようこそアトリエポルロージュへ。時計仕掛けの不思議な店、異世界仕込みの錬金術、心の空虚を埋めるシナジーナ。されどあなたには注意することがある。商品の横に添えられた用紙紙、書かれた説明をちゃんと最後まで読みなさい。それは時計仕掛けの紙だ、もしもあなたがその決まりを守ることができなかったら、とても大きな代償を支払うことに。旅をするのだ、邪悪なレストランと同じように時を越え、親なき子らよ、さて君らはどんな品物が欲しいのだ。